千鶴には私と違って未来があるんだから。ないよ、未来なんてない。ここねがいない現実なんてどうだっていい。夢の世界は真っ暗、何にもない。でも時間だけはある。だからずっと探してた。え？私が死んだ理由。まだまだたくさんやりたいことがあったのに、どうして私だけ？全然納得できない。神様は不公平。もっと生きたかった。もっと音楽がやりたかった。でもね、そんな時授業で習った三月期を思い出したの。三月期の一文にこんな言葉がある。理由も分からずに押し付けられたものをおとなしく受け取って、理由も分からぬまま生きていくのが我々生き物の定めだ。なんかさ、この言葉がずーんときちゃって。理長が虎になったのも、私が死んだのも、理由なんてないんだって思ったら心が軽くなった。だからもういいの。何が？私のことはもう忘れて。忘れられるわけないよ。千鶴は自分の人生を生きて。いいよ、私の人生なんか面白くないもん。いらない、こんな人生。よく想像するの。千鶴が東京に行って、有名なオーケストラに入って、満員のお客さんからいっぱい拍手を浴びて。やめて。素敵な人と出会って、千鶴はどんな人と恋をするんだろう。千鶴のことだから、誠実で真面目な人とうまくいくのかな。その人と結婚して、可愛い子供が生まれて。もうやめて。あ、違う、今のは消えてほしいわけじゃないの。夢ってね、一人じゃ抱えきれない気持ちを忘れるために見るんだよ。心をリセットして明日を生きていくために。何、今なんて言ったの。振り返ってみると楽しい思い出しかないや。聞こえない。心残りがあるとすれば。お金の声が聞こえないよ。あの日、海岸で雪が降るのを待ってたけど、結局降らなかったから。覚えてる。千鶴と雪が見たかったな。待って。